よっかちょっと。あ、そう、なんかよっちゃんと明日飯食いに行くんだよね。クソ行きたくねえけど。なんかさ、女紹介するって言い始めて、なんか付き合って1ヶ月2ヶ月の女紹介されてもさ、困るんだよね。どういう顔で。そして言ったのね、正直俺さ、おめえのこと大好きだしさ、ほんと家族ぐらい信用してるけどさ、だからこそ、今は会わねえ方がいいんじゃねえかみたいなこと言ったんだよ。そしたらあいつが怒りやがって、ジュン、俺とおめえのよ、30年の歴史をよ、今お前を踏みにじったんだぞみたいなこと言われて。あいつ、出来婚すんの？出来婚すんな、あいつ。子供できたの？出来婚すんだ。それを明日俺初見のふりして聞かなきゃいけねえんだ。マジかーって、おめでとうって言わなきゃいけないんだ。おー、わかった、よかった、生放送で聞いといて、リアクションの練習しとくわ。あ、四八が生まれんだ。じゃあすげえその気になってて、よじゃ明日何、いきなりね、3日空いてるって言われたから、あ、別に空いてるよっつって、昼間に、夜放送するだろうから昼間にしてっつったら、分かった、じゃあちょっとおめんちまで行くわって言われて、分かったっつって、それで話終わってたんだよ。で、明日どうすんのっていう話したら、あの、お、女を紹介してって言われて、いやでもよっちゃんなんか最近付き合ったばっかりだから、もうちょっとさ、あの、1年ぐらい、いや半年、せめて半年ぐらい付き合ってさ、その人となりを見てからさ、友達に紹介してよって言ったらさ、いや違うんだよ、もう親に挨拶済ましてるとか言い始めて、親にもう挨拶済ましてんだよって、関係ねえや、親に挨拶済ませようが。親に挨拶済ませようがさ、そいつのことで信用できねえじゃん、まだ。わかんねえじゃん、俺。わかんなくねえか？その彼女を、その悪く言うわけでもなく、よっちゃんを悪く言うわけでもなく、わかんないじゃん。相手オフ会だった。相手オフ会だった。ええもんだからジム合うな。ちょっともうさ、やだ、なんでさ、そういう、何が起きてんの、今。やり手方でやってんじゃねえか、あいつは。絶対離婚すんじゃねえかよ。で、離婚する友達の結婚祝わなきゃいけねえんだよ。100% 離婚すんじゃねえか、あんなの。火を見るより明らかだろ。こんなこと言いたくねえけど。100離婚すんじゃん、そんなの。だってあいつ言ってたよ。ジュン、運命だよって言ってた。ちょっと俺信じるしかねえ。俺、よっちゃん大好きだから、信じるしかねえ、あいつの運命を。運命って言われちゃったんだもん。運命って言われたら、なかなか、お前そのディスティニーなかなか発言できねえぞ。30の男が。そのディスティニー。俺だからね、いや、一人で会うの嫌だったから、ねえねえ、よっちゃん、ま、あの、まっちゃんも呼んでよって言ったら、まっちゃんも行かねえって言い始めて。悪いじゃん。おめえ一人で行ってきてくれって言われて。俺どんな顔して会わなきゃいけねえの。なあ。しかも、その女に言いたいけど、よっちゃんアル中だから、まあ、お前今のよっちゃんじゃねえからな。お前が知ってるよっちゃんって、あれだからな、あいつ絶対そうだ。あいつさ、化けの皮剥がれる前に。なるほどな。あ、合点が言った。それだったら応援するわ。確かに。だって半年付き合ったら別れちゃうもん。あいつアル中だもん、マジで。長く付き合ったら振られるもん、100%。ガチのアル中だから。幸せな家庭を築ける人間じゃないもん。だって、アルコール中毒者なんだ。山口メンバーだよ、本当に。はっきり言って山口達也可愛いからな。よっちゃんの前じゃ。嘘じゃねえからな。あいつガチンコのアル中だからな。酔っ払ったら道端のヤクザとかに喧嘩売って逃げるんだからな。警察沙汰も何回も起こしてるからな。本当、お前が責任取れよ、本当に。俺の手から離れたからな、よっちゃんはもう。なんかその胸が、上がってるらしいよ。いつやったのこの生放送。ちょ聞いていい？はい、どうぞどうぞ。いいっすよ。俺相手配信者だと合わねえよ。みんな元気かよ。元気かよ。明日ドタキャンするよ。相手が配信者だったらドタキャンするわ。みんなよ。無理だ。俺みんな元気かよ。結婚すからよ。純一とよ、加藤純一くんと会うからよ。おめえらの大好きな加藤純一くんと結婚報告をすっからよ。結婚報告。親と会ってよ。両親と会ってよ。
おめえらも長出しの一つや二つした方がいいよ。おめえ俺に言ってたからな、おい待つよって 4K 中出ししたよってさ 4K また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 ちゃんと見てに言うけどよ、またデキコンは別にどうでもいいんだよ、ま、俺的にはよっちゃん、あれじゃないよっちゃんで止まんだよ。お付き合いしてどのくらいでご結婚なさるんですか。俺やだよそんなクズゴミみてえなあれじゃねえか。1ヶ月だろうが2ヶ月だろうがね、ハマった人とね、子供産んだら案内しダメだよ。任せにそれが足んねえから、今日の4ちゃんで、4ちゃんでやっ、なんだよそれ、石田さんちの大家族だよビッグダディみたいになるのか。ちょっとそうゲームしてるよ。ちょっと待ってくれ、あと3分付き合ってくれ。鉄砲だよ。あ、オッケー、軽くなった、めっちゃ軽くなった。普段も鉄砲やってる、ずっと。そうだよ、一人で、一人でね。なんだこれ、冷静だぜよ、いつも通り普通にいやごめんごめん、ゲームしながら、ね、今ちょっとだいぶ集中しててさ、今全然話聞いてねえじゃん。まーちゃん今度呼んでんべよ。あー、オッケーオッケー、全然話聞いてねえじゃん。みんなに伝えるのそんぐらい、うん、調子が来てたぜ。え、何、あ、話し合ってた。お前何、酒飲んでんの。連絡来ねえっつった。何が、あ、まーちゃん。そうだよ。あ、ほんと、俺まーちゃんと電話したぜこの前興味全然ねえじゃねえかよ全然興味ねえじゃん。まあみんな忙しいから。めちゃくちゃ無視してんじゃないか。まあまたあれしようぜ、遊ぼうよ本当に。そっか、子供でき、いやじゃおめでとう、それは子供。子供ができちまった。子供何？マッチ君の子供を早く産んでさ。出た、こういうクソうぜえ絡み。お前もよ、一人目なれよみたいな。てめえが一人目じゃねえだろうが、一番。おめえも産めみたいなさ、なんか俺も産んだんだから、おめえも産めみたいなさ、そういう、もうそれやめようよ、そういうのさ。しかも、まっちゃんピキってるし。お互いさ、子供たち結婚してさ、二人ともうぜえからな、この、まっちゃんも言うからな、おめえもよ。絶対やだわ、それ。絶対だけど。早く、ゆうちゃん、約束したじゃねえかよ、おめえのさ、おめえの彼女がもし子供産んだらさ、って。味噌漬けにして食うべえってさ、カニバリズムしようぜって一緒に言ってたんやねんかよ。お前ふざけんなよ、それでちゃんと、しかもさ、視聴者プレゼントしよう、おめえの子供味噌漬けにしてさ、あれみたいに、あ、なんだっけあの、なんだっけ、卵黄味噌みたいにさ、おめえ好きじゃん、卵黄味噌。本当にあれしよう、バチが大層、いつか。うんち出しちゃっべ、うんち、俺のうんちよ、うんち食ってもらうべ、視聴者に。意味わかんねえなんでそっからうんちクイズなんだよ。いいじゃないですか。また話すんだよ。はい、どこだっけ。あ、ダメだ、また口は滑っちゃった。どっかそうだね、もうやめよう。おめえもうなんかぜ、お前ほんと口滑るからもうやめよう。でもお前のこと知ってる女だと嫌じゃないのか。超やだ超やだそれだったらやだよ。なんか結婚式とかで会おうぜ、よっちゃんなあ。じゃあ分かった、これさ、なんかそのさ、うやむや、わかんねえじゃん。だから俺が配信外で確かめて、もしなんかそう視聴者とかだったら、しかもよっちゃんの彼女を悪く言いたくねえから、その、配信でもこれ以降触れることはないわ。で、俺は会わない。で、会った体で今度エピソードトークするわ。いやー、別によっちゃん大丈夫だったよって言うわ。そうするわ。さすがに友人のさ、奥さんになる人をさ、悪く言えねえしさ、もし配信、視聴者だっても、咎めることは絶対できないから、俺には。だから、もしそうだったとしても、そこは視聴者にも嘘つくことにするわ。いや、違ったよって言う。何が、どっちに転がっても違ったよって言うから、これ以降俺にはその質問しないでくれ。意味ない。ただ、もし視聴者だとしたら、俺明日会わないわ。そうするわ。